毎度大きに。今回は女優の川口春菜さんを見ていきましょう。彼女の生年月日は1995年2月10日、出身地は長崎県五島市、身長は166センチメートル、血液型は B 型。川口春菜さんですが、海釣りが趣味だそうで、過去には最高で300匹釣り上げた経験もあるそうです。経歴としては、2007年に第11回。 ニコラのオーディションにおいてグランプリを獲得し、同年9月1日発売のニコラ2007年10月号でデビューしました。その後、2009年10月にフジテレビ月9ドラマ、東京ドッグズで女優デビューしました。2010年には、7月30日から9月にかけて、英雄リスモの CM に出演しました。この CM は、雑誌、CMNOW で2010年 CM 大賞に選ばれました。 また、同年11月2日には、雑誌、日経トレンディーが選ぶ今年の顔に選ばれました。その後、2011年にニコラを卒業し、今後は俳優業に専念すると宣言しました。なお、モデル業の活動はその後も行っており、JJ やボーチェなど多くの雑誌で表紙を飾ったり、ファッション特集なども取り上げられています。そして、高校2年の2011年11月に、 第90回全国高校サッカー選手権大会の7代目応援マネージャーに就任し、2012年3月17日、映画、オーラン高校ホスト部、で映画初主演を果たしました。同年3月20日には、ファースト写真集、春菜を発売しました。同写真集は、石垣島と故郷の五島列島の福江島で撮影されているそうです。その後、2013年10月に、 TBS 系木曜ドラマ、夫の彼女に主演し、ゴールデン枠の連続ドラマでは初の主演となりました。その他にも多数のドラマに出演していて、2014年10月には青山園芸劇場で上演された、生きてる者はいないのか、で初舞台にして主演を果たすなど活動の幅を広げています。そして、2020年の NHK 大河ドラマ、麒麟が来る、において、 貴重役で出演していた沢尻恵香さんが、放送開始前の2019年11月16日に麻薬取締法違反容疑で逮捕されたことを受け、川口さんを代役として起用して取り直しが行われました。川口さんは時代劇初挑戦で、大河ドラマにも初出演となりました。2020年1月31日には、公式 YouTube チャンネル、ハーチャンネルを開設し、 チャンネル登録者数は開設1ヶ月で70万人を突破するなど彼女の人気ぶりが伺えます。同年3月23日には、ジンジャー5月号より同志のレギュラーモデルに採用されました。そして、2021年12月31日放送の第72回 NHK 紅白歌合戦で司会を担当しました。最近では、2022年2月に1年を通して映画、 テレビで顕著な活躍をした将来有望な新人俳優に贈られるエランドール賞を受賞するなどこれからの活躍にも期待できます。今後も多くのドラマや映画に出演されると思うので、その演技にも注目です。そんな、川口春奈さんの今後の活躍も皆さんで応援しましょう。それじゃ今回はこのくらいで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。 バイバイ。